はい、どうも、なおちんです。さあ、今日は、妖怪ウォッチ1をやっていきます。よろしくお願いします。ついに出ました。ついに、2年越しの、俺が欲しかった妖怪が、ようやく出てくれました。こいつです。エメラルニャン。ようやく出た。あと、宝石系は、エメラルニャンとトパニャンだったんだけども、トパニャンは別にいらないのよ。エメラルニャンが欲しかった。はい、ということで、戦っていきましょう。鈴をもらわないとダメなんだよね。あー違う、こうなると一度リセットしてまたもらい直すんだよね。オッケーオッケーオッケー、絶対もらおう。よし、来た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 。どこに出たっけ。いたいた。じゃあセーブして、リセマラしていきましょう。1日1回だよね。1日1回だったよね。エメラルニャン、こいつは本当に欲しかった。好きなもの魚介ね。魚介、OK。 まあ余裕で倒せるでしょう。サボらないようにしてるんで大丈夫だと思う。お、意外と強いな。攻撃力意外とあるね。多いちょっと待って、あ、まあまあそうか、攻撃回数は多いんだ。で、極楽の術でもろ回復するね。耐久力結構あるわ。おい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 、3連続極楽とかやめろ。 OK。いや、しぶとい。こいつはしぶとい。どうだ、一発で仲間になってくれるかい。頼む。ダメかー。やり直しまーす。よし、来たー、来た来た。はい。いやー、一番欲しかったやつが仲間になったー。はい。時点もね、埋まってきましたよ。で、1日1回だったよね。あ、うん、1日1回だわ。うん、あと2日必要だね。あと2日あれば、前線全部エメラルニャンに変えれるので、よし、 OK。 めちゃくちゃ嬉しい。はい、ということで今日はですね、エメラルニャンをついに2年越しにゲットすることができました。あと2体ね、ゲットして育ててみようと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。